国会ではカジノを含む I.R. 統合型リゾートの実施法案をめぐり、衆議院での審議が大詰めを迎えていて、採決をめぐる与野党の攻防が激しくなっています。中継です。はい、与党側は今日の採決を目指していましたが、今日は見送り、来週水曜日に採決する方針です。 まだまだ審議が足りないということで日本社会に賭博としてのカジノを持ち込むことの是非だと思いますからそれを十分に質疑したいと新潟県知事選挙が明後日日曜日に投開票を迎えるため与党側には採決を強行して国会が混乱している様子を見せたくないという考えがあるとみられますただいずれにしても来週には参議院で審議が始まる見通しです 野党側としては会期延長に追い込んで、森友加計学園問題などで安倍政権をさらに追求したいところですが、与党側は安倍総理が出席する集中審議の開催も明言しない状態が続いています。今日午後には受動喫煙対策を盛り込んだ健康増進法案が審議入りします。重要法案が目白しの中、会期末まで2週間を切って与野党の攻防が激しくなっています。